ンポン。なんや、電話の音、部室からや、誰かスマホ忘れたんかな。電話、何この物体 X、うわなんか取れた。え、何どれって、これ受話器的なやつなの？悪趣味な受話器やな、たく。はい、もしもし、私、メリーさん、今公園。はい、もしもし、私、メリーさん。もしもし、ゆかりです。おお、ゆかりちゃん、どないしたんや、電話で登場なんて珍しい。すみません、ちょっとあかりちゃんにお話がある人がいて、変わりますね。はあ、もしもし、私、メリーさん。ちょっと手の込んだ詐欺集団みたいな手口やめろ。で、スイナちゃんは今どこにおるんや？今学校の近くの公園に。バレてます、ごめんなさい、ごめんなさい。大丈夫、また別の手口でアプローチしましょう。超えてるぞ、メリーさん、こら。大丈夫や、うちは迫真の演技であかりをビビらせたる。声でけえな。もしもし、うち、あかねや。じゃあ、あかねちゃんじゃん。痛恨のミス。あ、ここに極まれり。なんやったら？ヤングスタボケ。いやもう切っていいかな。私、メリーさん、今公園にいるの。え、今のは。はい、もしもし、私、メリーさん、今、学校の校庭にいるの。もうだいぶ近くに来とるな。はい、もしもし、私、メリーさん、今あなたの後ろにいるの。おお、かわいいメリーさんやな。よしよし、でもいたずらはあかんで。いたずら、ダメ、絶対。おい、ダメや、葵が回収された。こうなったら、複数メリーさんをぶっこんで。ん？あれ？みんなこんなところで何してるの？あ、いやゆかりが言い出しました。食い気味に裏切り者。こんな、あほー。